として大活躍している郷士理恵、彼女の故郷とは。バンドのやつや。広島です。広島、もみじまんじゅー。もみじまんじゅー。もみじまんじゅー。イエーイ。イエーイじゃなくて、あれ海外に行くね、里帰り。何を、あのアゲポヨガールズとして大成功したので、故郷に錦を飾りたい。錦を、そうなん、故郷に。いやいや飾れんよ、まだ。おお、それでは広島へ出発。へそ。イエーイ。何やそ の, これ、何やその寄り添うやつ。郷士の故郷東広島までは新幹線でおよそ2時間。さあ東広島にやってきました。髪ボサボサ、やばっか、急に髪ボサボサ。2人とも囲まれて寝てたやん。そうなんよ、そうなんよ、そうなんよ。いや、ね、でも、うん、こうやっていつぶりぐらいの東広島になるの。なんと2週間ぶり。何か帰ってんのか。じゃあ、ゴーちゃんの学校に帰るのが巻いたんじゃん。なんか、キシリコン生の中で。なんでそんなことすんの。19の時に出てきた。頭浅すぎて巻いてないから、でも時間あるやんか。多分巻いたんやん。巻くだよ。時間の中で巻き毛にしたいね、やっぱり故郷に帰る時は。カウントがロケで途中髪型変えるから。聞いたことないっすよ。もみじまんじゅう。もっと深くってね、せーの。もみじまんじゅう。いいね、その洋七師匠。実家に帰る前に郷士が見せたい場所があるんだそう。なこれ何なん、寄り添うの。私ね、高校3年間ずっとプロダンスやってたんよ、うん、で、その時に習ってた教室がここにあるよ、うん、見て、ここ郷士が3年間通った思い出の場所へ。知らんわ。知らんよ。興味がね、ここでプロダンスしてたんよ。変える面白いな。まあ、オープニングはじゃあ何であれでよかったんじゃありますもんね。朝が流行っちゃったからそれきっかけで、そっからもうなんかハマっちゃってしまって。これゴーシちゃん、ゴーシちゃんなんかすごい、やっぱ感じが変わりますね。ドーチを思い出し、裏側のゴーシと、その時あ、いや一時フラダンスが変えた。きつい、誰ラインのノリ早く紹介して、もうどちら様ですか。私がフラ教えてたね、じゃあ先生、あ先生、あ先生ね、フラフラ先生ね、フラフラ先生、フラフラ。オッチとの3年ぶりの再会です。あの時高校生だったもん。高校生だな。大学生。大学生なんなんですかね。広島からなんで大阪の方に行くの。それはすげえ気になる。だから3年とか3年なんで大阪に来たの。教えてください。絶対女の子だな。そうなんだもんね。でもそれは事務所がいっぱいでしょ。早いとか。さらに輝きを増した。いやいやいや、嬉しい限りです。さらにこの後驚きの展開が。おばあちゃんどうしたの。おばあちゃん、どこかに行ったんですよ。ほんまにおばあちゃん、いつの間にか大阪に。言わずに、うわ結構芸人っぽいよ。お孫さんの活躍じゃ寂しいやろな。私が活躍してるみたいに嬉しくて。自分のことのように。そう、小町の PV めっちゃクリックしてくれたんですよ。あオッチとおばあちゃんとの再会を果たした郷士。ただ何これ。いよいよ実家へ里帰り。ほらほら、そうですね。ちょっと俺あーと言ってたけど、何これ。お家ですね。